去年はもう宅に着いた時ちょっと緊張してたんですけど、やっぱり一回テレビ対局をしてるので度胸がついたというか、今年は前回準優勝で悔しかったので優勝しようと思ってすごい気合い入れてきました。親が家族で麻雀してたので気づいたらあったっていう感じですね。お正月早々サンマをして親の役満に報酬しました。3にウェイトレスで入ったんですけど、そこでプロの方を見たり、その社員旅行の様子なんかを聞いて憧れてプロになろうと思いました。本店の上野店に常勤してます。朝から夜までお店に行ってできるだけたくさんのお客さんと麻雀してます。お休みの日は寝てます。これと言って決まったのがない、その場その状況に合わせていろいろ変えれるっていうのが医師のスタイルかなと思ってます。